違う、今日4月22日の、金曜日でございます。いや、なんか意外に1週間早かったですね。1週間結構早く感じました。そして4月ももうあれですね、もうすぐ、まあもうすぐも終わんないけど3分の2ぐらいは終わってしまったということで、やばいっすね。何をやってたんだろうという感じですが、まあとりあえず今日も頑張っていきたいと思います。はい、とりあえず今日の朝食です。食パンとオリーブオイルとコーヒーとつまみ。ちょっと今ですね、もう学校行く準備をしてて、朝飯をね食べた後なんですが、ちなみに今日どんな感じだったっけってこう時間割とか見てたら、なんと今日人間からだったということでいつも9時くらい目安に行くんですが、1時間ぐらい遅くてよかったということなんで、まだまだゆっくりできると。まあ嬉しい反面、なんか急いで用意してたのにマジかよっていう感じ、完全に自分のあれなんですが、まあはい、そんな感じで今日は2限からなので、まあゆっくり行けます。2限からだと、てか2限から行ったことないな多分。もう10時過ぎとかに学校に着いても間に合うんですよ。めっちゃなんかローペースでね朝行けるんで、まあ、10時過ぎぐらい、まあ、目安に行けばいい。でもあと1時間半ぐらい余裕があると。いや最高ですね。まあもうちょっと早く起きろよっていう感じですけどねそうそう行きますか。今日はねもうちょっとチャリがマジでブレーキ効かなくて、もうすぐ置かなくて乗りたくないので、歩いて行きたいと思います。まあなんで少し時間遅くてよかったです。チャリに関してはあれ買いました。マウンテンバイク、ディスクブレーキって言って、こう車輪にディスクというかがついてて、それをこう挟み込んでブレーキをかけるタイプなんですよ。油圧じゃなくて機械式のディスクブレーキなんですけど、普通の自転車ってなんかこのホイールみたいなところにこうゴムみたいなのを押し付けて止めるじゃないですか。それとは別にディスク的なものがついてて、それを挟み込んで止めるっていうタイプなんですけど、そのディスクを挟み込むパッドがおそらく消耗してるんじゃないかって昨日自転車屋に言われた、まあ専門じゃないから分かんないって言われたんですけど、おそらくそこがね消耗しやすい部品でって言われたので、まあとりあえずそれを Amazon でポチってみました。で明日明後日ぐらいに届くと思うので、とりあえずそのパッドを交換しようと思います。でそのパッドを交換してもダメだった場合は、そのディスク自体がダメになってる可能性があるから、ディスクも売ってるのか分かんないけど取り替えないといけないのかなみたいな感じありますけど、とりあえずパッドを買ってみましたので、今度取り付けていきたいと思います。まあチャリはね、探してもいいっていうか、まあああいうスポーツタイプのチャリを直せるとこあるっちゃあるんですけど、めっちゃ遠くて、そこまでもうなんか5キロとか6キロとか離れないとないんで、ちょっとさすがに持っていくのめんどくさいんで、もう自力で直すしかないっていうことで、ちょっととりあえずブレーキパッドをね買ってみたんで、今度直していきたいと思います。前を一周して昼飯調達して、本日は学校で食べることにします。
ました。今日はフルでやって4時半です、今。4時40分ぐらいかな。ちょっと仙台駅方面に向かって、ちょっとなんか行ったことないところにまたせっかく時間あるんで行きたいと思います。今日はチャリがないんで身軽です。チャリあるとどうしても止める場所探さないといけないんですけどね。でも昨日のヨドバシのところがいい感じだったからね、あそこいいかもしれない。夕方だとこの時間がかろうじて人があんまり多くないのかな。5時くらいになると一気にね人増えてきたりするんで。あーでもやっぱそこそこ増えてきましたね。そういえばこのアエルビルがね仙台で一番高いらしいですけど本当かな。なんか前に聞いた話、結構前だからなんか新しいの建ってるかもしれないけど、なんかすごい昔にここの一番上にあるテラスかなんかに登ってめっちゃ景色良かった記憶があります。今度行ってみようかな。今もあんのかな。ていうかここのあの骨組みとガラスでできた構造すごいっすよねこれすごい。わざわざここ通行するだけのあれになってるっていう。ここの上の遊歩道的なのを通すためにあのガラスの建物が建ってるっていう。贅沢すぎますよね。ただ通り抜けるだけって。でもあれがあることによってアレールビルに人が入りやすくなるのかな。今日はどこに行こう。ちょっと最近全然使ってなかった超広角で撮ってますけど、この緑のビルって何入ってんだろう。普通になんかの事務所とかなのかな。でも下の方はなんかお店になってるっぽいからあそこ行ってみるか。こっちら辺は全然開拓してないマジで。うん、いやいくらね時間あってもこれ足りませんよ。見るとこいくらでもあるっていう。ここ無印入ってんだ、すごいな。なんか駅前だけで3店舗ぐらいあるんじゃない。駅にも2つ入ってるし。ニトリも入っております。家具とかはないけど結構雑貨が充実している。このロフトのビルに無印とかニトリが入ってて、そこで結構もう1時間ぐらいこのここにいたな。案外時間使いました。もう日が暮れ始めてます。でこんなにいろいろ買い物するとは思わなかった。よかったです。ここにもパソコンショップ発見しましたよ。マウス。ていうかもう6時、もう6時半近いのかですが、こんな明るいのはやっぱかなり日が伸びてますね。新幹線が入線してきました。案の定やっぱこの時間人多いな。うわすごい人の量でございます。でもこうやって Vlog が撮りやすい雰囲気があるのがいいところ。あいつだったら絶対浮くからね。うわすごいな、あの横断歩道とか1回で300人ぐらい、それは言い過ぎ、100人は確実にあれ1回の信号で渡りますよね。ここら辺とかすごいですよね。ほぼ飲食店なのかなこのビルとか。すごい飲み屋街みたいな風になってますね。このビルとビルの間にもお店があるっていう、すごいですよ本当。
ていうか今日ヨークとかダイソーにも行こうと思ったのに、意外に駅前で時間を使ってしまいましたね。でもあの駅前のあの歩道橋があるあたりを一歩でも抜けるとこんな感じで落ち着いてると、これはいいとこですよね。にぎわってるところに行きたければ駅前に行けばいいし、疲れたら外れればいいっていう、東京とかじゃできないですからね。綺麗な時間帯ですね。無印良品の家ってなんだろう、めっちゃ気になるんだこれ。今度調べてみよう。無印良店仙台北店。北店ってことはいっぱいあるってこと、いっぱいっていうか何個かあるってこと、めっちゃ気になるんだけど。ここの踏切なんか特殊ですよね、なんかゲート型になってて。歩きのが楽っすよ、あれ飲んだったら。よし、じゃあここの体操に行ってきます。ここ3階も駐車場に使ってんだ、店舗より駐車場の方が多いっていう。よし、じゃあイオンのこの脇の道通って帰ります。超生命体飲料。お、揃うか、揃わないな。よいしょ、ここほぼ100円です。優秀。お、超生命体飲料うまいですね。なんか結構あっさり感があるモンスターみたいな感じ、うまいです。これ自販機で100円ですごい、なんかすごい飲みやすいです。エナジー感は少し少ないかな、若干あるけど、ソフトドリンクって感じです。ここにもチャリアっぽいのあるけど、絶対こういうとこスポーツタイプ取り扱ってないし、なんか個人営業のとこなんかちょっと入りにくい。めっちゃ今めっちゃ空腹時に炭酸飲んだら胃がすごいボワっていう感じになってる。ここのおでん屋さん気になるな、美味しいのかな。小料理辰巳、今度調べてみよう。疲れた。てか荷物がめっちゃ重くて、ずっとね学校からあの駅の方回って、であっちのコープとかダイソーとか行って帰ってきて、いやトータルね学校4時半で終わって今もう8時ぐらいなんで、3時間以上歩き回っててさすがに疲れました。いやでもいい運動になったんじゃないかな。いやでもあの荷物持って、いくつだ、3時間くらい歩いたんで疲れた。ちなみにこの荷物 8.8 キロ、あれなんか変になっちゃったけど 8.8 キロだって。いや10キロ近くあるの、ずっと持ち歩いててめっちゃ疲れた。うわ、そういえば排水溝の匂いがすごかったんで、これオキシクリーンをこれずっとやってたんですけど、こう、あーでもなんかパッと嗅いだ感じは匂いしないな、近づくと少しするかなっていう感じしたんですけど、まあ結構なんかこれやる前はここ開けてると結構匂いしたんで、これでもなんか落ち着いた方ですね。やっぱあれだな、1階だから結構排水溝の匂いが上がっていくんだろうなと思いますね。実家とか4階だったから全然排水溝とか匂いしなかったけど。よいしょ。いやー。よし。うわ、すげえ。個体というか、塊になってる。こんなの買ってきました。タンクに入れるだけトイレの洗浄剤。タンクに入れるだけでブルーの水が便器内を洗浄しますということで、このタンクの中に入れるだけで洗ってくれるっていうか洗浄してくれる、まあ
他に掃除はしないとダメですけれども、ある程度の洗浄をこれでしてくれるというようなものですね。で、流した水が青くなるらしいです。で、ほのかなバレンダーだってラベン、今日やばいかもしんない。ほのかなラベンダーの香り。さて、こんな感じ。さて、入れてみますか。じゃよいしょ、これここ開くのかな。普通に、お、意外に普通に。で、ドドン、これ OK。 よいしょ、よし、もうなんのかな。さすがにまだか。まあでもちょっと楽しみですね。よいしょ。ちなみにこの体洗うモフモフ、この前てかずっと前に買ってきたのがこのタイプだったんですけど、この紐が1箇所しかついてなくて、これ丸いタイプなんですけど、これでね、体洗っちゃうんだけど、背中がすごい洗いにくかったんですよ。届かなくて、持って引っ張るところがなかったから、背中が洗うのめちゃくちゃ大変で、これでした。買った方が良かったの。両方に紐がついてて、こう伸びるんですよ、こうビヨーンと。これ、わかるかな？伸びるんです。こうやって。伸びるんですよ。そう。これを買ってくるべきだった。これじゃなかった。これだと、両端引っ張って背中が洗えるっていう。しかも面積もでかい。これちょっとなんかもう膨らんじゃってますけど。こっちを買ってくるべきだった。無印良品です。まあ、二つあってもいいんじゃないかな。これをこの前買ってくるべきだった。最初こんな感じでコンパクトなんですけど、使っていくうちにこうやって爆発してくるんですよ、だんだん。結構普通のタオルよりこういうなんかモフモフの方が結構好きで、泡立ちがいいのと感触がいいのとあって、結構好きですね。さて、今日の夕飯はこいつです。イカフライ、なんとびっくり189円。はい、ということで本日の夕飯でございます。白飯と味噌汁とイカリングです。じゃあイカリング、ちなみに惣菜系はちなみにちゃんとオーブン、トースターでね、焼くタイプです。あー、うますぎる。うん、うますぎますね。この量でご飯2000円ぐらいはいけます。ちょっとね、洗濯槽の置き静け、この前なんかお湯が張れないから、なんかホースかなんか買ってきて、ちょっとそれからあそこのこのお風呂場の殻からここにお湯を注いで置き静けしようかなって話したんですが、家族にね、ちょっとアドバイスをもらって、どうやらそれをやんなくても、この、マス洗浄みたいな、やつで、で、これ、どういう、洗浄って言ってもあれなのかな？水、溜めてくれるような感じなのかな？ちょっとわかんないけど。水、いやでも溜めてはくれないよね、やっぱり。どういうあれなの、これ。水コース。あ、つけ置き。ああ。
この 1,2,3 っていうこのマッセン状のモードがあって、1がなんか脱水、これ回すだけってことで、2がつけ置きとかがあって、で洗い12分、注水1回みたいな、こんな感じのモードで、よいしょ、あれ、あ、こっちか。3番だと、あれ何変わったんだろう、あ、脱水が15分だったのか。ちょっとこのつけ置きっていうので多分あれなのかな、オキシとか入れる時間あるのかな、ちょっとやってみますか。あ、閉めないとダメね。じゃあちょっとこれでとりあえず注水してもらいます。お、なんか結構いい感じに溜まってきましたね。待って、今これ水溜まったんでオキシ入れてみたんですけど、早速これ汚れ浮いてきてる。え、すごっ。もう、もう一瞬で汚れが浮いてきましたよ。これまだ入れて30秒ぐらいしか経ってないんだけど。うわ、待って待って、すごい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 。この撮ってる間にもどん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 汚れが。うわ、これ、すげえな。とりあえず、ちょっとこんな感じで、明日の朝ぐらいまで置いておきますか。じゃあ、封印。ちなみに今ね、この洗濯機の説明書を眺めてて気づいたんですけど、終了音消すことってできるらしいですね。なんか、運転スタートするときにこのスタートボタンを5秒間押して、音が3回鳴ったら、なんか終了音が消えるみたいです。なんか、その、運転が終わっちゃったら、まあ次のやつは音ありのモードに自動で戻るから、都度その設定をやらないといけないんですが、開始するときにこう1回ポチッと押すだけじゃなくて5秒間、3回ピピピっていうまで押すと終了が消えるらしいです。なんか夜とかに洗濯したりするときにいいのかな、寝る前とか。まあ豆知識。お、そろそろストックもなくなってきた。こいついただいちゃいます。うわ、やばい、これうますぎるな。